こんばんは、がんばりマンです。よろしくお願いします。
特に言いたいこともあるかもしれんけど、正常だと思いつかないですね。ですね。まあ我々は松戸という田舎で活動しているんですが、そうですね。この下北沢という土地にお呼びされて大変光栄に思います。都内に来るという。なんでちょっと今日は挙動不審なんですけど、ちょっとお酒で紛らわします。なんか外をしたらすいません先ほどのノッチ、それからこれから出るいろんなバンドの方々、ちょっとツイッターとかいろいろ見てたんですけど、怖くて一部フォローできませんでした。後でフォローしてくださいお願いします。相談しました
眩しく光あの星に僕らはもう30歳で大学の友達と一緒にバンドやってるんですけど、まあ、なんか芽吹くわけでもなくこう、もう諦めましたね、この売れるとか。でも、その売れる売れないとか一線超えるとだんだん楽しくなってくる。なんか、いろんなしがらみから解き放たれてやりたいことしかやらなくなるという。まあ、売れなかったら売れなかったらこっち側に来てください。お願いします。
ンドマン、お酒好きな人いっぱいいるんですけど、付き合ってると痛風になるんで、僕は実は痛風になりました。痛風知ってますか？年に1回足がめちゃくちゃ痛くなる病気です。気をつけてください。酒飲むときは気をつけてください。なるべくハイボールにしようかな。頑張りました。